バチェラーにいつか出たいと思ってるはるかです。そして今回のゲストは、はい、バチェラー4のコウさんです。はじめまして、皆さん、4代目バチェラーのコウです。いやー、すごい、このコラボはめちゃめちゃ嬉しいですね。え、はい、なんか1年越しというか。そうなんですよ。きっかけあれですよね、クラブハウス。あ、そうですね、確かに。クラブハウスで自粛の時に絡ましていただいたのが初めてで、はい、確かに。僕バチェロレッタの時から見てまして、はい、でちょうどクラブハウスをご一緒させていただいて。そうですよね。でお会いするって話がコロナの関係もあってなかなか長引いて、はい、今回ね、ついに決まったらバチェラー4代目としてすごいホットなタイミングと思って。なんか本当その前から、決まる前からなんかちょっとどっかでお話しようって言われてたんですよね。はいはい、タイミングなかなか合わない。いつもなんか、カイさんが東京いるとき僕大阪いて、なんか入れ違ってましたよね。結構、そのコウさんもホテルが好きで、好き、はい、で僕もホテル好きなんで、すごいそういう価値観がちょっと合う部分もあって、うん、DM でやり取りさせてもらってて、ね、ついに今日実現いたしました。僕だから最初、カイさんちょっと怖かったんですよ。僕結構ガチガチのビジネスマンサイドだったんで、はいはい、こういう派手な方、ま、あんまり周りにいなかったんで、はい、実は正直言うと、はいはい、ちょっと色物感というか怖かったんですよ。はいはいはい、あ、なるほど、なるほど。もともとね、知ってたんですけど、はい、お前は。怪しいというか。怪しいというかね、はいはい、TikTok 上げてらっしゃるじゃないですか。はい、そう、めちゃくちゃいい人だ。あ、TikTok のおかげですか。いや、俺本当に、はいはい、今日うちのディレクター来てるんですけど、はいはい、カイさんのポジティブ発信、はいはい、めちゃくちゃいいじゃんっつって。ありがとうございます。早起きする、はい、人に優しくする、はい、あ、最高だと思ってたんで。よかった。そう、 TikTok のおかげですね。いや、本当っすよ。意外としかも年近いですよ、ね。え、お父さんおいくつなんですか。35なんですよ。あ、33です。3ですよ、はい、そう、だから僕ものすごい若い印象あったから。いや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 、意外とそうですね、すごいですね、嬉しいです、はい、テレビ越しの、はい、そのコウさんすごく柔らかくて、やっぱバチェラーってちょっと言い方悪いですけど、ちょっともう決まるじゃないですか。そう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 、すごく喋りやすいです。これはもうモテますよ。見られました。もう、ね、1話見ました。1話見ました、はい、あの2、3あたりからちょっと今、はいはい、でも今回ね、コウさんにやっぱバチェラーとしてもそうなんですけど、やっぱり、うんうん、モテる極意とかね、コウさんのことそのバチェラーでは知ってると思うんですけど、実際どういう人なのかね、知らない人も多いと思うんで、対談で、はい、コウさんの闇を暴いていこうと思います。闇の方。闇危ない人。そうですね、うん、ありますね。ちょっとじゃあなんか頼みますか。そうですね、そうですね。コウさんはどこ出身になるんですか。僕出身中国で、はい、本当に中国の湖南省って超片田舎なんですけど、はい、上海から車で20時間ぐらいですかね。へぇ、本当クソ田舎なんですよ。なんでいつのタイミングで日本に、日本に来たのは、定住し始めたのは16歳から、はい、日本語うますぎません。え、じゃあ中国語も、中国語も喋りますし、まあ英語も仕事で使ったり、あとメキシコに2年間住んでたんで、スペイン語もちょっと。コウさんの経歴知りたいですね。で16日本来て、はい、で高校大学は日本なんですよ。はい、16で日本来た時に親がなんか突然呼んだくせになんか中国帰るって言い始めて、はいはい、あやどれ、はい、しかも関西弁。そうそうそう、え、そうなんですよ。僕なんかエテ関西弁にたまに出ちゃうんですけど。はい、え、日本はずっと東京に、ずっと東京に、まだ一切住んでないんですけど。両親が国に帰るって言った時に、僕はなんかクラスにね、好きな子がいたんで、おーおーおお、その時からバチェラー始まってた。始まってましたね。高校の時から一人でバチェラーやってまして、高校の時から一人でバチェラーやってまして、ほんで一人で残って、はい、だらだらした。じゃあ先にね、はい、じゃあすみません、今日はありがとうございます。ありがとうございます。まあ、僕の場合はだから最初もともとサラリーマンなんですよ。で硬い仕事何やってたかって、はい、皆さんリンゴマークがあるんですよ、携帯の。アップルです。アップルの、はい、あのリンゴマークあれステンレスなんですけど、あれ取り扱ってたの僕なんですよ。リンゴの素材を供給してたの僕です。そうそう。でそこから独立して、はい、父の会社は上海で貿易の会社やってたんで、はい、それを後継ぎつつ、はい、当時自分がめちゃくちゃ太ってたから、はい、なんかダイエットしたくて、はい、R だったりしたんですけど、はい、ちょっと高いなと、はいはいはい、でもこの事業は素晴らしいから自分でやろうって言って、今、ジムを全国展開。なるほど。プラス、あとオンラインの、 あのミラーフィットっていう、うん、あの鏡を使ったサービス展開をちょっと今やってて、今合計3社今やってるって感じですね。パーソナルジムですかね。パーソナルジム、パーソナルの受け放題、はい、あとエステの受け放題で月3万円ってなるほど、まあ、パーソナルで大体 1回1時間1万5000とかするんですよ。でうち3万円で毎日受け放題なんで、あ、日本で一番安いと。すごい、何店舗ぐらい今日本で16店舗すごい、はい、このコロナ禍で12店舗ぐらい増やしまして、逆に、まあ、みんながこうシュリンクしてるときは自分で伸びるときが、ポジティブ、世間と逆に、実は考え方僕がはるかすげえ似てて、はい、嬉しい。そう、みんなが寝てる間に起きてるとか、はいはい、みんなが怖いことを自分がやるとか、うんうん、
なんかそこでやっぱ差は出るなと思って。なるほど。リスクでかいですけどね。ほんとガチガチの実業家どうですね。でどのタイミングでバチェラーを出るんですか。いや、もともとは前回バチェラーレッテがきっかけではあったんですけど、振られちゃったので、はいはい、まあ、世間からね、今度は哀れみなのかな、はい、なんかお父さん惜しかったね、頑張れよみたいな声もあって、はいはい、今回どうですかっていう話があったんで、はい、やらせてください。バチェラーレッテは普通に応募してたんですか。いや、あれはね、はい、友人の紹介でしたね。で、正直なところ言うと、はいはい、男ってバチェラーには多少憧れるけど、参加者側ってちょっと最初、いやでも全然参加したい。出そうですよね。参加したい。会社の代表っていう側面もあるから、下手に1話とかで落ちちゃうと、はい、恥ずかしいしなとかね、あるじゃないですか。リスクもあるやつね。そうですね。ためらったんですけど、はい、今言う通り、面白そうだなとか、確かに、福田さんってどんな人なのかなってことも含めて、まあ、参加したっていう。参加した後のなんかその反響とか、うん、その何か実業につながったりとかも。そうですね、まあ、僕の場合あの、もともと芸能収入なんてゼロなんで、うん、芸能収入はないんですけど、ただやっぱ自分のサービスを、ね、知ってもらうきっかけにはもちろんなったんで、まあ、そこからやっぱ店舗も一気に増えたし、一つのきっかけにはなったかもしれないですね。父さんから見て、バチェラーイコール、なんかモテる男と予想されるからバンバチェラーになると思うんですけど、父さんから見てこう、モテる男性のこう極意というか、はい、定義というか、はい、やっぱモテたい男性多いと思うんですよ。圧倒的に余裕ですね。あ、圧倒的に余裕ですね。あ、なるほど。確かに余裕ある。余裕があるとやっぱ色気が出る、はい、なるほどなるほど。なんか動じないのはやっぱすごい大事かなとは思いますね。本当に自分がモテるかどうかも含めて、はい、頑張らなきゃいけなかったっていうのは事実。なるほど。あります。とバチェラー出られてる方って、まあ、高学歴、高収入の中で、そのビジネスでもちろん成功されてる方多いと思うんですけど、はい、トークこんなに面白いと思ったよ、なんか。いや、本当ですか。これはもうモテますよね。いやいやいや。でも確かになんかやっぱ女の子って、はい、ただ高学歴、高収入だけだと、はい、気取ってるみたいな感じしないじゃないですか。いや確かに、コウさんめちゃめちゃ気さくで喋りやすいですよね。僕絶対原口さん気合うと思ってました。いや、嬉しい。分かりやすいところで、はい、今回のバチェラー参加者だと、はいはい、誰が、あの見た目的な好みですか。ああ、ホセ。見た目的で言うと、パニャン。ちゃんと王道行くやん。ゴリゴリ王道行くやん。と、あと、あの人、コウさんの知り合いやって。ああ、はいはい。あのパーソナルトレーナーの、はいはい、ゴリゴリ王道行くやん。でもあの今回のバチェラー見て思ったのは、トニー・オーナーですか。言われてみればそうですよね。別に僕の予報ではないんですよ。なんかやっぱりああいう南国なんで、ああ確かに画面映えはあるんじゃないですか。確かに。カレンさんってどういう人と今付き合ってるんですか。そのピュア系なのか、はい、いわゆるその派手系というか、あどっちが多いですか。どう、まあでも俺のタイプちょっと、どう、うん、ちょっと教えてほしいです。まず、うん、細い子。多分僕の予想、カイさんは太ももフェチ、足フェチやった。待って、全く一緒。おで、ちょっとギャルはギャルなんですけど、でもそのギャルギャルシックな、確かにね、ちょっと白ギャルで綺麗なギャル。あ、確かに白ギャル。はい、あかぶるな。そこでバトル始まる。逆にコウさんの好きな女性のタイプがモテたい女性も多いと思うんですよ、はいはいはい、素敵な男性と出会いたい、まあ、コウさんみたいな男性と出会いたいのための女性のこう定義で言うと、だから僕もカイさんもそうだと思うんですけど、はい、基本的に自分喋るじゃないですか。ああ、まあそうです。で、ポジティブじゃないですか。ポジティブですね。だから普通に楽しい女性って多分たくさんいるんですよ、うんうんうん、だから僕はどっちかっていうと、はい、楽しくない時、しんどい時に同じテンションでそばにいてくれる。なるほど、なるほど、なるほど。楽しくない時、しんどい時に同じテンションでそばにいてくれる。なるほど、なるほど、なるほど。良くない状況の時でも、うん、いい時と全く変わらないテンションでそばにいてくれる子が、はい、やっぱ信用できるっていうか。確かにね、いい時にね、たくさん寄ってくるのはね、当たり前、はい、そうっすね、っていうか誰でも楽しいじゃないですか。じゃあコウさんの今までの人生において、はい、なんかもう本当辛かったってどういう状況なんですか。まあでもやっぱメキシコに駐在するって言って、はいはい、まずメキシコなんで駐在することなんですか。仕事でですね、はい、海外駐在で赴任行ってこいって言われて、でも家族も友達もいない場所に一人で行くからしんどいじゃないですか。確かに確かに。でその時に当時付き合って婚約してた彼女が、はい、行かないってなった時に、はいはい、あそういう時そばにいてもらえないのは辛いな、あそういう時こそそばにいてほしかったなっていうのは、まあ多少あってご縁がなかったねってことでお別れしたんです。で、メキシコ人とめちゃくちゃ飛ぶやん。そばにいるやつ誰でもいいことになってませんよ。まあでもすごいね、明るいんですよ。だから本当に全員解散みたいな性格してる。あ、みんな超ポジティブだから。ポジティブ耐えてるな。そう、これやっといてね、ちょっと大変だけど全然大丈夫だよって、はい、全然やんないんですよ。マジで
二つ返事でやるやる任せてこうさんって言ってやったってやってないっつってポジティブが過ぎる。解散的にそういう振り向かせるとき、はい、要はいい男じゃないといけないわけですよ。そうですね。解散的ないい男の定義ってのは、それこそね、やっぱ知りたい方もたくさん、はい、でもやっぱ大切なのは相手の記憶に残ることなんです。面な連絡すごい意識してます。あー、なるほど。じゃあ少なくとも21は継続する。大丈夫だから、お互い縁のあるタイミングがあるわけですよ。そうやっぱタイミングって大事じゃないですか。そうビジネスでもそうです。そもそもタイミングが合わない時点で雰囲気ないんですよ。はいはい。タイミングってやっぱ待つものなら取りに行くものなんで。はっけー、はい、今日はそれを垣間見れて嬉しかったのと、はい、付き人の顔が初めて見れてめちゃくちゃ嬉しい。どうすか、付き人。思ってたのと違う。背のちっちゃい、はい、なんかヘコヘコした人かなと思ったら、はい、めちゃごつくじゃないですか。結構言われますね。で、長い付き合いなんですか、付き人って。付き人はそれこそ僕のオンラインサロンにちょうど1年前に入会されて、うん、その時にその僕のオンラインサロンって幹部とかがあるんですけど、はいはいはい、で早い段階で幹部に立候補しまして、うん、サロンのために動いてまして、うん、結構アピールをしてくれてて、でまあその中でどうにかその歩きたいからもっといろんなこと学びたいから運転手をさせてほしいって言われて、僕運転手当時その大阪の東京にいたんで、うん、今募集してないと、うん、そしたらカバン持ちをさせてほしいと。カバンとかも持ってるじゃないですか。別にいらんと。旅行とか行く時のカメラマンをにさせてほしいと。いやでも別にみたいな感じで言った時に、その時まだ TikTok やってなかったんです。でちょっと TikTok 始めてみたいなと思ってたんですけど、うん、編集も自分でできないですし、はい、なんで、あ、俺その TikTok をちょっと始めようかって悩んでたら、TikTok の編集できないんですみたいな。そりゃ、できます。彼はできますって言ったんですけど、うん、できなかったんですよ。でもとりあえずできますって言って、もうめちゃめちゃ勉強して、はいはい、で動画上げてきて、それも良かったんですよ。で、しかも結構そのタイミングでバズり出したんで、うんうん、あ、じゃあもうお前も付き人として東京来れるかって話したら、次の日に会社辞めて東京来たんで、すげえ、まあ、俺はもうそこまで魅了するハルキさんの魅力って付き人から見たらな、だってそういうことじゃないですか。確かに教えてほしいですね、それは客観的な、うん、魅力ですか。そりゃそうですよ、やっぱだって会社辞めてんだよ。はい、いやなんかないんだよ。全然出てこない。全然出てこないじゃん、どうしたんですか。これはまあほんと付き人としてかもしれないですけど、頑張らさせてくれるというか。へえ、すごい。簡単に蜜を与えてもらえない。はいはい、やっぱり結果が全てなんで、うん、そういう意味で背中を押してくれてるっていうところが僕はやっぱ魅力的ですね。こう TikTok とかは結構まあ優しいように見えると思うんですけど、まあ、仕事に関してはめちゃめちゃ結構厳しいです。へえ。その厳しさも愛ゆえの厳しさ。上司やってる時に怒んないのが一番楽なんですよ。嫌われても怒るって結構やっぱ愛がないとできないんで、そういう意味では多分本気なんですよ。やっぱ優しい上司が10年後忘れられると、うん、厳しい上司が10年後感謝されると、うん、やっぱ優しい上司が10年後忘れられると、うん、厳しい状態で10年後感謝されると思ってるんで、やっぱその伸びしろがある人間にはもう怒りますし、怒られなくなったら終わり、ちょっと終わりですよ。今何年目になります。ちょうど1年ですね。そうですね、1年。あと9年も続くんですね。僕についての謎とかもあると思うんで、うん、コウさんのチャンネルでね。あ、そっちはね、はい、じゃあ僕のチャンネルではちょっとカイさんを深掘りさせていただいて、お願いいたします、はい、またちょっとこういうコラボをさせていただければと思いますんで、はい、じゃということでね、はい、今回ねコウさんが出ていただきましたので、ぜひねバチェラーの方も、はい、ちょうどね放送されてるところが、はい、概要欄に載っておりますので、はい、見てみてください。ありがとうございます。ありがとうございました。